なんかすごいイカの匂いがするんです、イカ臭が。あれ、イカ食べてきた？いや、食べてないです。本当に？これかな。あ、これじゃない。甘い、甘いよね。なんかこれ、あ、そう、これはまだね。なんかみさみさちゃんの、多分私のですけど、なに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 、すごい高いんだけど、なんか言わなきゃいけないっぽいですけど、なに、ちょっと、多分カバンです、カバンじゃない。あ、じゃあみさみさちゃんのカバンチェーン。何、こんな中にイカが入ってるの？イカが入ってるんですよ。臭っ、本当に匂いがする、めっちゃ臭い。私、みさみさちゃん、おいにー追記、おいにー追記だね。今流行りのおいにー追記ですね。この空いてるスルメがね、すごい、スルメ入ってますね。スルメが入ってる、おいにー追記。バイヤーバイ、やばい、バイヤー、すごい。なんか、ね、初対面でこういうのあれだけど、みさとちゃん足臭いな。ひどい。みさスルメが入ってた。そう、スルメです。あの、私の足の匂いじゃないです。本当に？この匂いでしょ？この匂いね、この匂いで。あ、これですね。え、何が入ってるんですか、カバンに？え、あとはなんだろう。あんまでも皆さんに。あとは普通ですよ。これね、ポーチとか、ね、鏡でしょ？女子、女子、女子力、女子力アップ。あとちょっと今作詞をしてるんで、作詞の紙と女子力、ヘアアイロン。めっちゃ女子、めっちゃ女子、ね、めっちゃ女子じゃん。あとハンカチ、これもね、また女子。あ、女子、可愛いじゃないですか、なんか全然面白くない。あと手帳、手帳ね、とか、あと歯磨きとか、なんかもうそんな感じです。ちょっと面白くないんで、これしまいました。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、何何何何、あ、何何何これ、ちょっとこれ見てください。何これ、やばい、焦ってきた。何何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 これ、何何のリモコンですか？これですか？これ多分テレビのリモコンです。何で入ってるの？いや、ちょっとそこ突っ込まないでください。何で入ってるの？うわ、ちょっと何これ、もしかして、もしかして、あ、私携帯、多分あの携帯と間違って朝使うんだかな。そうだね、ちょっとリモコンあります、皆さん大丈夫？すいません。そういうね、そういう天然な面もありつつね、するめ。あ、じゃあ3人、今からちょっとね、5分後ぐらいに、なんだ、自分の今決まったあだ名を BGM 流しながら自己紹介するんで、一番面白くなかった人、罰ゲームを皆さん決めてください。で、最近あった面白い話をします。あの、最近あった人なんですけど、女の人にモテる方法をすごく研究してる男の人がいたんですよ。その人の話をします。まあ、まずその人の話はね、初デートは 2,3 時間で終わらせるっていうところからスタートするんですよ。普通はね、もっと長くいたいじゃないですか。で、なんでですかって言ったら、いや、もう次もまた会いたいって思わせるために決まってんじゃんみたいな感じで答えられて、うんうん、まあそこは、あ、そう、そうだよねみたいなちょっと気分で、ね、そうそう、終わるじゃないですか。で、次の話は、エスカレーターに乗るとき、まあ大体デートならね、移動中あるじゃないですか。みんなならどっちに乗ります？こう、女性が、あの、上で、自分が後ろに行くか、自分が前側に行くか。じゃあ、はい、上りだとして、上りエスカレーターだとして、自分が、女性より上か下か。あ、下ですよね、上りだったら。本当に？なんです下。あの、もし落ちてきても支えられるようにとか。そうそうそう、普通はそう思うじゃないですか。あ、そういうことね。そうそう、私もそう思ってたら、いや違うんだ、自分は上に立つって、なんでだろうなと思ってて、私その考えがあったから、あ、じゃあ上からこう引っ張るのかなみたいな。嫌だよ。引っ張るのかなって思ったの。それも、ちょっと腕こんなになって引っ張られるのかなって思ったんだけど、全然理由違うところにあって、じゃあなんでですかって言ったら、いや、女の子は初デートの時に大体こうスカート、ミニスカートを履いてくる子が多いんだ。わかんないよ、それは。わかんないけどね。その人曰くそうなんだって、統計的には。で、なんか、俺は、お前のパンチラなんか興味ないぞと。それを、なんか、あの、分かってもらうために、前に乗るらしい。いやー、なんか、大丈夫。おかしくない？それ逆ですよね。スカート履いてたら、みんな他の人に見れるんだよね。ね、俺が守るみたいな。しかも上にいるからって、あ、この人私のパンチラ見ないようにしてくれるんだなって思わないじゃん。思わない。思わない。ま
またそれをすごい自信満々に言うから、なんか否定する余地なんかなくて、あーそうなんですかみたいな感じで聞いてたんですけど、ちょっと勘違いしちゃってるよね。うん、これ男性目線どうなのかなと思って。どうなんだろう、そのね、あの自信満々なその研究してる人と同じ目線の人もいるかもしれないけど、女性目線じゃないよね。絶対違う。ないよね。面白いかな。じゃあちょっと中ぐらいの面白い話しますね。中ぐらいの、中ぐらいのなんか昔あの居酒屋さんで働いてたんです、なんか昔ね。でそこですごいその日忙しくて、うん、もうてんやわんやしてて、もうなんだろう、50人ぐらいお客さんが入ってて、スタッフ3人しかいなかったんです。でそこで私ももうめちゃくちゃてんやわんやしてドリンク運んだりいろいろしてた時に、お客様に生ビール1個お願いしますって言われて、でも言われたらなんかね、復唱しないといけないの、うんうん、なんかお肉お願いしますって言ったら、はいお肉かしこまりましたって言わなくちゃいけないのに、生ビール1杯って言われた時に、はい生ビール1杯って言っちゃって本当に。そうで、その時やっぱり居酒屋さんだから結構年配のおじさま方が多いわけだから、私やばいって、これ誰も聞いてない、絶対聞いてないと思って、うん、素通りしていこうってしたら、もう50人ぐらいのお客さんがバーッと、お姉さんおっぱい僕にもみたいなわーって言ってきて、やばいと思って。ネタでしょそれ。みんなもうみんな普通にもうお酒に集中してたのに、その瞬間だけバーッてこっち見て、おっぱいお願いします、おっぱいお願いします、おっぱい品切れです。そんなね、ことがありましたよ。ちょっと負けた。昨日、私、歯医者さんに行って、で、ちょっと歯が痛いなって思ったんで、歯医者に行ったんですけど、行って、まあ、結局何をしたかっていうと、ここに麻酔だけ打って帰ってきました。虫歯もちょっと虫歯っぽいのもあるから、一緒に削っちゃおうかみたいな、ちょうど来てもらったからやっちゃおうかみたいなこと言われて、あはいじゃあお願いしますって普通に軽いノリで言ったら、なんか刺された後に、あちなみにみたいな、こことこことこことやるから全部で3万円ぐらいだねみたいなこと言われて、結局ちょっと一回起こしてくれますかって言って優勝者をじゃあ、お願いします。一番面白かった、絶対もう分かってんじゃん、これやだ。面白かった人は、面白かった人は、じゃあみんな、あの今日の優勝はね、はい、佐々木ちゃん。やったー、ね、ですよね。監督さんから優勝入りました。じゃあ、罰ゲーム決めていいの、罰ゲームも決めていいの、罰ゲームも決める、わぁ、どうしよっかな。そう、どっかにほくろ書いて、もう好きなとこでいい、それは。で、毛が生えてる。毛を変えちゃおう。どっちにしようかな。一発ゲーム。一発ゲーム。これは、佐々木さんが決めるの。そう。どっちを罰ゲームやるか。わぁ、どうしよう、これ難しいな。なんか、どっちがいいかな。どっちがなんか、なんか下向きたいね、これね。どっちが、あれなんかおひねり的なの、どっちがくれるかな。姉さん、飲んでください。うわ、やばい入ってないし。うわ、どうしよう、水滴が、優しい、すごい優しい。じゃあ、ミサミサちゃん。なんでひどい、これ、やめた、ミサのみ決まり。面白い意気込みを、次回の意気込み、一生懸命ネタ仕込んできます。真面目に負けないように佐々木さんに勝てるぐらいのネタを仕込んできます。怖いよ。もうやだよ。やったー。もう楽しみ。今すごいテンション下がった。テンション上げた。今晩もありがとうございました。来週も楽しみにしててください。ではでは、さようなら。